二人ともお願いします。お願いします。音がいいね、風流でね、流しそうめんっていいな。おいしそう、なんかおいしそう、おいしすぎて倒れちゃったんですか、金友さん。うわ、激まずい。待って、これビールだ。びっくりする。ビールだ。マジ。ちょっと待って、ちょ、これはこれかも。うん、これ味のリセット必要だわ。マジする。これビールだ。何飲んでんだよ、何飲んでんだよ。普通に、いやいや、これはちょっと。乾杯。いや、乾杯じゃないよ。ビール。え、ちょっと待って、これおかしい、ね、おかしい、はい、いや斬新、はいはい、ここそうだね、斬新まずいっしょ、はい、びっくりする。はい、ここです。いや、ちょっとちゃんとまずいね、ちゃんと、ちょっとこれはちょっとびっくりしたわ、衝撃だった。2番、うん、2番いくよ。2番いきましょう。匂いから嗅いでみます。私はね、匂い嗅がないでいきなりいく。ほんと、匂い嗅がない方がいいかも。分かるわ、これ。分かる。そうなん、いきなりいく。これでも、もしかしたらの感じあるよ。え、ほんと。じゃあ、行きましょう、ね、お願いします。もしかしたら、もしかするかもな。え、何？どうぞ。あ、え、ダメか。僕も行きます。うわ、なんか泡立ってきた。あー、これはまずいね。見た目ちょっと麺つゆに出てるね。うん、こりゃまずいわい。これは普通に飲んだ方がいいよ。ちゃんとまずいね、これ。飲んだら美味しい。うん、まあやってないわけだ、みんなが。うん、でも単体で飲むとめっちゃうまい。これ単体で飲むと美味しい。これ何ですか、せーの。コーラ。これコーラです。ちょびっくりする。ちょっと分かんないと怖いわ、なんか怖い。はっきり言って。じゃあお願いします。よっ。これ、ね、風鈴の音がいいね。これは俺も危険を察知してさ、先っちょ漬けていくぜ。おいしい。え、美味しいやつ。え、マジで。え、直接行った方が美味しい。ちょっと俺結構つけますよ。え、美味しいよ、めっちゃ美味しいよ、これ。うわ、匂いすごいけどな。いいよ、美味しいよ。うん、うん。なんでそんな変な顔してんの。なんで嘘ついたんですか。え、すごい美味しいよ。めちゃ俺、金友さんのこと絶対許さないですから。すごい美味しいじゃん。え、なんで、なんでこの美味しさが分かんないの。私はもっと食べるよ、超美味しい。え、このぐらい取っちゃう。俺、ん、金田さんのことずっと許さないですから。え、なんで、超美味しいじゃん。なんで、超美味しいじゃん、これ。 なんでそんな変な顔してんの。全然美味しくない。うん、これかぼちゃのスープでしょ。うん、そうです。うん、これ、え、なんで、まじまずいわ、これなんか。え、私美味しいんだけど。え、うん。なんだろうな、これめっちゃ美味しいじゃん。え、なんで。うん、まあ、単体での。おかわり。え、なんで。今横のね、流してくれる田中ちゃんがね、おかわりって言ったらね、うん、えって言ってて。なんだろう、かぼちゃのスープって結構まろやかな感じじゃん、うん、だからなんか洋風そうめんみたいな感じになってめちゃめちゃ美味しいんだけど。まろやかなのはもう、まろやかはバッチリなんですよ、うんうん、まあ、それは間違いないですけど、うん、あのね、何、単品で飲むと、うん、まあ飲めるんですけど、うん、なんだろうな、そうめんと一緒に合わせると、うん、なんか臭みがこう引き立つというか、全然なんかちょっとウコンみたいな味に変化するしますね。どうすんだ。はい、どうする。ちゃなんだかぼちゃ、かぼちゃやだ、かぼちゃ封鎖できません。封鎖しろ。何言ってんだ、美味しいだろ。じゃんけんで決めるぞ、じゃんけんで決めるぞ。これはもう絶対譲れん。かぼちゃをバカにするな。かぼちゃスープ大好き。死んでるぞ、どうすんだ。かぼちゃがいなかったら乗れないんだぞ。
大暴言吐かれたかと思って死んでみろって言われたんですよ。大暴言吐かれたと思って俺ちょっとビビっちゃったわよ。一人やってもらったらどっちが正しいか、うん、スジ君やってもらおう。やる、うん、絶対美味しいから。これまあだからね、ちょっとあれが必要だから、データが必要だから、うん、何人かやって、うんうんうん、あいいね。でもスジ君にもそのままさ入れちゃおうか、これに入れて、うん、そう入れて渡して、その方が絶対美味しいから、かぼちゃの良さが出るから、その味でその薄めない方がいいから。スジ君普段何食ってんの、うん、いつもは。あでも、うん、あのスパゲッティとか、うん、あ、じゃあいいよ。そうだって辻くん、そう、かぼちゃのスパゲッティみたいになるから、うん、なんだよ、かぼちゃのスパゲッティは普段何食ってんの。でいただきます。はい、どうぞ。食べて。おいしくないよな。おいしくないよな。もうちょっと待って、やめろ。なんだ、え、これだ、もう一人ぐらいちょっとデータいない。じゃあちょっと待って、そんなことない、おいしいよ。なんだよ、なんか私が普段やべえもの食ってるみたいな。いや、あのね食ってるみたいに思われるじゃなくて、普段やばいもん食ってます。絶対おいしい、これは。いや、これはちょっとあのなんで誰だ、だ、だ、だん、ちょっと、あ、じゃあ女子、女子、ちょっと清水ちゃん行ってみる、うん、行ってみるちょっとおいしいから、これちょっと男女でやったほうがいいよ。本当に、あのもうあの正直なところでいいから。正直ね、正直、うんうん、あの金友さんに気使うとかなしね、うん、そうだね、それはなし。どうぞ。めちゃくちゃ消極的やんか。どう、え、まずいですか、まずいですか。あれ、これちょっと、あれ、なんかこれすごい実験になってない、これ。あの男性の舌と女性の舌違うみたいな。